行ったら朝は全部見れる。ちくわ、ちくわ、夜仕事してんの？すごい。すごいね。涙大事にとかさ。勝手に流れてくる。見れてよかった。嬉しい。ついてくれて嬉しい。あ、水色厄介じゃん。まいちゃん、おはよう。この前はありがとう。娘が、本当によかった。あれなんだっけ？妹、ゆきちゃんだっけ？あれ？まゆちゃんの方は名前を覚えてるんだけど。妹、大丈夫だったかな？まゆちゃんの妹ちゃん。もう、元気出していこう。あー、でも眠い。おはぷに。ゆか、ゆか、オッケー、覚えた。ゆか。学校休み。おはよう、無音です。やしゃ。おはよう。上杉、おはよう。おはよう、みんな。ちょっと待って。よいしょ。おはよう。前も眠い。前も眠い。マイティー、おはー。ゆうせい来てくれてありがとう。この間、ありがとね、来てくれて。てるくんは来てくれなかったけど、ゆうせいは来てくれた。嬉しかった。え、私、中学校じゃないんだけど。私、高校生なんだけど。私、高校生なんだけど。ねえ、高校生だよー。かわいく、嬉しい。もっと行きたかった？じゃあ、もっと来て、今度。ありえん、眠いから寝るわ。水色か、おやすみ。水色が、前の当日券、買い占めたせいで、悪周期。え、でもね、相変わらずオレンジ着てたね。うん。相変わらずオレンジ着てた。しゅんちゃんさんやばいって。え、何が？ MJ おはよう。前の握手会の舞ちゃん綺麗だ。嬉しい。神戸はどうしよっかな。どうしよっかな。おはよう。俺参上、イエーイ。暑いね。いや、暑くないんだけど。長袖だよ。暑くない。眠いな、今日。目を覚ませ。眉ね。こないだのね、握手会の時ね、すっごい肌荒れやばかったの。でもね、治ったんだよね、肌荒れが。結構。すっごい肌荒れ、やばくて、今すっごい綺麗。なんでだろう。なんか、握手会の日に、なんかニキビがずっとここにめっちゃできてて。で、それで、なんか、握手会の日もできたんだけど、いきなり化粧した後に、なんか、あれって思って、こうやって触ったら、なんか皮みたいなのが剥がれてて、それで、え？みたいな。あの日が一番最悪だったの。
だからみんなにお汚い姿を見せてしまった。うん、今めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。いちー、ありがとう。なんか握手会だと雰囲気違うになりました。え？おめでとう。いやだ、緊張するよ。だって緊張するよ。舞は緊張する心を持ってるんだよ。おはよう、寒いね。あったかい。暑いじゃなくてあったかい。うん。おーい、大丈夫ですか？マユのタブレット。あー。マユのタブレット、大丈夫かな？大丈夫かな？おい、おい、おい。止まらないで。あ、なんか動いちゃった。あれ、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 あれ。え、博多弁今度は理解してな。オッケーな。いや、俺も緊張して、本当に？みえぽんちゃん、おはよう。休憩時間終わった。おにいる、まったねー。仕事頑張って。ファイト！やしゃだ。みずる厄介からのだるまをくれてありがとう。ありがとう。ねえねえ、まあ、ね。なんか東京タワーのね、歌をね、この間調べたの。そしたらね、東京タワーの歌たくさんあった。知ってた？みんな。みんな知ってた？東京タワーの歌があるってこと。目覚めたらもうちょいいる。オッケー。え、まあ、ちょっとそれ覚えようかなって思って。え、わかる、あのね、なんだっけ。あの、おかわの人なんだっけ。ミッツみたいな。ミッツさんみたいな方。オカマの。お姉の、お姉の。イッコーさんじゃない。イッコーさんじゃない。それ！それ！その方が歌ってた。その方が歌ってた。その方が歌ってた。そろそろ落ちるね。学校かな？行ってらっしゃい。なんか、今、すごいとんかつが食べたい。すっごい。なんか、秋葉原にとんかつ屋さんでめっちゃ美味しいところがあるらしくて、で、名前が、なんか、マルボみたいな名前なんだけど、めっちゃ行ってみたいんだよね。知ってる？みんな。秋葉原。秋葉原にあるんだけど、ちくわハートありがとう。ちくわハートありがとう。ありがとう。いや、お祝いしてきました。前ね、12時、いつもだったら、起きてるから、12時ぴったりに、やろうと思ったんだけど、昨日も9時に寝ちゃったから、なんか友達とね、会う約束をね、昨日したんだけど、なんか、友達の方から言ってきたのに、なんか、何も連絡かかってこなくて。で、そしたら寝落ちしちゃって。普通に。寝落ちしちゃって。って感じ。もう、あーみたいな。そう、食べたい。マルゴーみたいな名前だった。マルゴーみたいな。多分、丸棒？丸棒？わかんない。前も食べてみたいんだよね。めっちゃ行きたいの。すっごい美味しいんだって。
いや、友達くらいいるよ。幼馴染だけどね。地元にはもう、片手で数えきれるほどくらいしかいないかもしれない。うん。神戸ロケありがとう。神戸で会おうね。紫星を救う、紫星を救う、あなに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 、カウントジ、ありがとう。俺もとんかつ大好き。マイも好き。でもね、なんかね、ちっちゃい頃エビフライが好きだったんだけど、なんか今そこまで好きじゃないっていうね。トリカジありがとう。いや、友達、その子はもうね、ちっちゃい頃からの友達ですよ。2歳とか。幼馴染だから。クレア覚えてる。おはようございます。今テスト週間、夜景なかなか見れなかった。いや、やってなかった。やってなかったから大丈夫。大丈夫。トリカジありがとう。ああ。なんか喉がガチャガチャする。なんか喉がガチャガチャする。目が覚めた！目が覚めた。ティップがない。何かあるかな。神戸みんな来てね。当日券もあるよ。来てね。10分ちょいしか経ってない？ほんとだー！目が覚めた。もう私は元気だ。わー！今ね、メリキュット2枚履きしてんの。え？誰？かくやー！ありがとう！じゃあ私はクマさんの絵を描いてあげる。じゃあテアンにクマさんの絵描いてあげる。クマさんは、ちょっとだ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 、ウィッと描いて。ガクヤンは、いつも、帽子かぶってるから、ピッと書いて、ふっと書いて、ほ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 っと書いて。ガクヤン。できた。ガクヤン。ガクヤンクマさん。目が覚めないだと？はい。じゃあ、目が覚めないということは、なんか私の出番ですね。何をしましょうかね。やっぱり、私の朝の日課なんですけど、朝の日課なんですけど、まあ、私はいつも、最近は、ショールームやってなかった理由。朝ちょっと運動してたんですよ。はい。もうなんか、家に閉じこもってるのもあれかなと思って、運動してたんですよ。その、運動を教えたいと思います。私は、はい、まず、ダッシュをします。公園で、ダッシュをします。はい、私はそうやってマラソンをしています。私はそうやってマラソンをしています。
どうですか？声出して笑っていいんだよ。いいんだよ。そして、まあね、夜も運動してたんですけど、夜はまずね、加圧トレーニングというね、トレーニングを、まあ、やって、まあ、こうやってね、自転車を漕ぎます。こうやって、漕ぎます。自転車を。あ、ちなみにこのズボンはね、パジャマです。私、なんか、ウィゴーで買ったんですけど、なんでこんなの買ったんだろうみたいな。私好みじゃないんですよ。まあ、そんな感じです。はい、スルメ食べました。スルメは、昨日は、スルメ何枚食べたと思いますか？今日もベリーグッド。マユ配信やばい！ね、どういうこと？あ、そうだ。マイティね、この間ね、握手会の時にね、いや、撮影会だっけ？握手会の時に、マイちゃんブリッコになってもいいんだよって言われたの。だからブリッコになる！ここにちょうど大きいリボンがあった！どう？ちょっとモモダンに近づいたと思わない？ちょっとモモダンに近づいたと思わない？ねえ、みんな、どう思う？ちょっとモモダンに近づいたと思わない？あ、ちょっと触覚も出す？ちょっと、桃な風なんだけど、どう思う？やがましいな、おい。どういうことだ、おい。これで、歌っちゃうから。みんなをキュンキュンさせちゃうから。カメラマンさん、ちょうだい。ゆうせい、何爆笑してんの？しゅんちゃんさんに似てる。仲間じゃんねえ、仲間だ。ちょっと桃男っぽくない？ダメだ。ハクソ！ダメだ。笑った。まちゃぽん、ありがとう。かわいいって言ってくれる人もいるよ。ね。マイティ、ブリコになってなれるんだよ。マイティはブリコにもなれるんだよ。マイ、かわいい。朝から元気出た。イエーイ！あ、ダメ。今、私はおしとやかに。ありがとうございます。彼女じゃないんです。多分。違うんですよね。はい。はい。眉は眉だよ。いや、私が本当の、私こういうマイティになりたかったから、こういう風になりたかったから、だから、ごめん。本当はこうやって、ハニーシナモンとか、アングルージュとか、リズリサとか、ハニーシナモン、クルージュ、リズリサ。あと可愛いのってある？まあ、とか、いろいろ着たかったから、いいの！カタカナわかんない。わからん。これは洋服のお店です。あ、イング？
それはなんて書いてあるの、しゅんちゃん。それはイングかな、わかんない。島村、最近島村可愛いと思わない？で、なんか思うんだよね。すごい最近島村可愛いなって。あ、ダズリンあったね。ダズリン。あ、クマさんありがとう。じゃあ私が今からクマさんヘアをしたいと思います。今からクマさんヘアをするんですが、ある日、森の中、クマさんに出会った。スナイデル。あー、スナイデルは違うかな。朝曇りの道、クマさんに出会った。いいんじゃね？ぶっさ。できた！クマさん部屋！クマさん部屋！もえもえくん！あなたの肌にもえもえくん！クマさん部屋。え、かわいすぎ？嬉しい。それで、ここを、こう、お団子にすれば、サザエさんになります。サザエでございます！クマモモナ。あ、ミユポンいいと思う。お揃いにしよう。お揃いにしようよ。ねえ。前だってメイドカフェできるよ。前だってメイドカフェできるよ。ご主人様、お帰りなさいませ。ご主人様。ご主人様、何飲みますか？どうしますか？あ、おまら、あ、お好み焼きにする？オッケー。オッケー、じゃあお好み焼き持ってくんねー。じゃあソースでご主人様の名前ハートあげるな。え？ハート？お好み焼きはハートなんて書かねえよーあー、この声嫌だね。うん、やっぱり普通の声がいいわ。いや、メイドカフェでもお好み焼きあるよ。食べん。じゃあ、マイがメイドカフェやったら来る、みんな。来る？ミユポ、そういうこと言っちゃダメだよ。ねえ。このメイドカフェ逆に企画がメイドに金取るわ。いかねって言わないでよ。いや、眉ならでしょ。眉なら来てよ。コント。もしも眉がメイドカフェ、メイドになったら。ご主人様ー！ねえ、ご主人様ーねえ、私のことで呼んで、ねえ、名前呼んで。ねえ。私じゃないの？ねえ、ねえ、ねえ、ちょっと、ねえ、ねえ、お好み焼き食べる？ねえ、食べる？うん、食べるか？うん、じゃあ名前書いてあげるから、ねえ。なんで？なんで眉じゃないの？いや、ちょっと、名前考えよう。ちょっと、まず、眉がメイドカフェになって、あ、ちょっと名前長くしたいな。プリンセスマユティンとか。プリンス、高橋プリンセスマユみたいな。高橋プリンセスマユみたいな。そういうのにしたい。オールドルーキー、ありがとう。そうだよ、姫だよ。
だからこんなリボンもつけてんじゃん。姫だからだよ。私は、メイドで、姫という、お姫様になりたいから、メイドからお姫様に昇格するためにやってるの。うん。そういうこと。だから私はお姫様に憧れてんの。うん。握手もそれくらいのテンションで話してほしかった。じゃあ、ミドルや、じゃあ、どうしよう。じゃあ今度、ちょっとこういうテンションで行くように頑張る。これが邪魔だな。お、いいね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 。姫はいいの。リボンつけてるの。噛みたいよね、マイティ。みんなマイティの握手会来てね。来てね。ハルキ来てね。ねえ、テンション高い。なんだろう。そんな前緊張してたのかな。え、そんな緊張したかな。そうよ。そうよ。カッツはいつか来てね。何？説教って何？私は聞きます。私は説教聞きます。いや、いろんな人で変えてる、私は。ウェーってなったりもするし、普通にちゃんと話したりもするし、まあいろいろです、はい。あのショールーム良かったと思わない？みんな。ごめん、私の歯磨き講座もう一回やってあげよっか。ごめん、歯ブラシなかった。じゃあみんなに眉をね、いろいろ教えてあげる。これなんだろう。爪だ。3、2、1、ザーン。ザーン、見て、爪。こうやって、パチってつけて、こうやってやってやんの。パチ。にゃー。じゃあ、まあ、猫メイクもう一回やりたいな。パチで。いいな、ちゃんとコメント読んでいこう。受付のお姉さん、握手券の枚数数えるの頑張ったわ。お疲れ様です！相変わらず舞ちゃんは元気だね。元気100倍舞ちゃん！元気100倍アンパンマン！マイティおはよう！おはよう！ウェーってなってる高橋がいい。じゃあ、マユラーになって。よかったー。俺の時はテンション高かったなぁ。高かったかなぁ。高かったと思う。急に出てきてびっくりした。ちょっと今マイティびっくりしちゃった。その言葉でびっくりしちゃった。リングメイク可愛いって言ったら、にゃーしてくれた。にゃー一人だと。おとなしめ。アヤゲーニングだ。テンション高い。はい。みんなは、おとなしい眉とうるさい眉、どっちが好きなんですか？眉出るのは言ってくれんと。何出るの？え？何？え？何が出るの？え？何？え？何？え？眉なんか出るの？イベント。
なんか出んの眉。え？なんか出んの？なんか出んの？ねえ。ネグメイクよかったよ。ありがとう、アンパンマン。限界です。おやすみなさい。おやすみ。テストは赤点乗らずにやるんだぞ。リンちゃんのアンパンマンや。もうアンパンマンみたいにね、前にね、こう、ほっぺがプチプチなの。プリンプリン、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 あー、あー、あー。プリンプリンなの。もうやだね。あの、ほんとに、もうめっちゃ伸びる。ハイテンションマイティ。なんか、何やろう。なんか、思いつかない。今日は、ビビビーっといいアイディア。思いつかない。結構伸びるでしょ？やなの。やなの。ね、ディズニーいいなぁ。行きたい。夜のショールームで会いましょう。なぁ、ショールーム、夜のショールームでテンション高ければいいか。そうだね。夜は何やる？夜は、え、東京タワーの歌覚えないといけないじゃん。え、全然覚えられなかったの。前聞いたらマジで本当に覚えられなくて。いや、頑張って東京タワーの歌ちょっと一番くらい覚えてくる。東京タワーの歌覚えてくる。いや、本当に。頑張って覚えてくる。自分で作る東京タワーのね。ねえねえ、こないだね。ねえ。あ、ちょっと話変わるんだけど。こないだね。東京タワーの横を車で通ったの。真横ほぼ。ほぼ真横。めっちゃ綺麗だった。本当に。本当にめっちゃ綺麗で。眉ね。スカイツリーよりも東京タワーの方が好き。スカイツリーより東京タワーの方が好き。スカイツリーの方がお家からは近いかもしれないけど、東京タワーの方が好き。水色厄介、そっか。マイはいつでも待ってるで。タワー立てるダメなの。タワー立ててくれるのは嬉しいな。でもじゃあちょっと期待しとく。マイティン、しゅんちゃんありがとう。たまにいいこと言ってくれるよね。マイティン、そういうしゅんちゃんが好きだよ。行くよ、仕事頑張ってね。お仕事頑張ってね。私も東京タワー好き。そっか、スカイツリーよりもいいよね。フランスから投げてくれた。私タワーの歌わからない。私タワーの歌わからない。ありがとう。感謝、ありがとう。あ、本当に、あ、ありがとう。エッフェル塔だ。そうだよ、エッフェル塔だ。ありがとうございます。エッフェル塔。拍手。じゃあちょっと頑張って東京タワーの歌を覚えてくるので、朝は勘弁してくださいってことで、今から東京タワーの絵を描きたいと思います。東京タワー、東京タワー、こんな感じかな。ごめんね、本当は東京タワーの歌を歌いたかったんだけど、私東京タワーの歌はちょっとね、あれだから、だからちょっと、夜覚えるから、夜までにはちょっと覚えてくるから、
夜、歌おっかな。東京タワーの歌でも。よいしょ。ここで流したらね、配信止められちゃうから。いや、今回の東京タワーすごい上手いかも、まゆ。コメント読まなくてごめんね、ちょっと。夢、タワー立てるので。直接マイティンに送りたい。東京タワーを。タワーで一句。あ、じゃあ、書くね。めっちゃよくね？今日の東京タワーすごい上手いんだけど。タワーで行くか。オッケー。お腹すいた。え、まあ本当にうまい。本当にタワーうまい。ドナルド。ゆうた。ちょっと待って。で一句。いいや、これで。ゆうた、ありがとう。なに？僕、クマ投げてもら、投げたらもっとうまく書いてくれますか？わかりませんね。ありがとう。絵上手くない？今日頑張った。めっちゃ頑張ったんだけど。夜だとね、昼よりキラキラ輝くよ。東京タワーです。私はそう思いました。握手、バイバイ。でもしばらく眉から帰る。嬉しい。え、スカイツリー混ざってる？頑張ったんだけどな。こう握手がこうやって空に飛んでいくみたいな。握手券。相変わらず、お、嬉しいわ。嬉しい。嬉しいわ。
俺、眉好きらしい。ごめん。ま、これは、まあね。注目ドナルド、ユータ、注目見えますか？握手インスタもあれにしたしな。ちくわ好きだよね、前のこと。嬉しいよ、前は。この五七五もうまく書けてると思わない？東京タワーっていう文字は一切使わないでね。私はね、書いてみました。うん、パッと見たらマユラ。イエーイ！マユラになったの？イエーイ！マユ、欲しい。ごめん。握手会行けなかった。大丈夫よ！あー！大丈夫よ！いつか来てくれることを信じてるから、私は。みんなだからいつか来てね。カニャン、ハート。やっぱりムカつく。この前リリベ行ったじゃん。でも来てほしかったな、やっぱり。MJ も来なかった。カンタも来なかった。だから今度来てね。アシもまた来てね。それまでマユはバナナを抱きかかえて待ってるから。バナナちゃーん！え、剣あったの？マユはこのバナナ2体をね、抱きかかえて待ってるから。大学でいろいろあったのがしょうがない、それは。しょうがない。ドナルド、ユータ、ありがとう。タワー、ありがとう。やっぱりタワーは綺麗だ。みーちゃん、おはよう。行けなくてごめん。全然大丈夫だよ。大丈夫よ。マイティは待ってるから。いつまでも待ってたとさ。マイティはいつでも待ってますよ。マルティンは。ね、なんかしたい、マユ。なんかしたい。なんかしたい。なんかしたい。ねえ。どうしよう。何しよう。全くアイディアが思い浮かばない。今日は。パッとアイディアがね、思い浮かばないの。やだ。プロレスごっこすら？プロレスごっこ一人でやってたらちょっとキモくない？片目ずつウィンクしていいよ。わかった。プロレスごっこする。勝った。いいね、それ！はい。はい。ってことで、バナナの倒し方をね、皆さんに教えていきたいと思います。はい。まず、バナナはスーパーで買いましょう。こうやって、バナナと向き合います。バナナと向き合って、まずバナナをね、パンチします。そうすると、こう倒れるんですね。そしたら、こっから、ヘタを持って、皮を剥きます。
で、こっちにも皮を剥きます。で、こっちにも皮を剥いて、これでバナナを倒します。以上です。バナナの倒し方。皆さんも実践してやってみましょう。はい、せーの。私が教えたことを、ちゃんとできるように頑張りましょう。まず、バナナをパンチします。そうすると、こう倒れるので、こうやってね、皮をね、こう、剥いて、で、食べます。どうですか？すぐらい、いいね、ありがとう。はい、じゃあ次、何しようかな。あ、いいね。これしよう。はい。強敵現れた。強敵現れました。高橋真由ですね。しかもスリル。スリルの衣装の高橋真由。なんでこいつが手強いかというと、なんでこいつがこの、くそこいつが手強いかというと、後ろに仲間がいるからです。この後ろにね、たくさんの、仲間がね、いるから、何百倍も強いんですよ。私一人で勝てるかな？頑張ろう！ムカつかしてんな！めつぶしちゃっかりいいこと言ってるよね。ねえ。誰？かわいい。あ、かわいい、かわいい。あ、ここにいる。あ、ごめん。まあ、この人のね。この人はこの、なんか、笑ってるんですよ。まず、だから、この顎を閉じさせないといけないんですね。笑ってるから。この手が邪魔なんですよ。だから、この手で、こう、ガンって後ろからやりたいんですけど、上がんないんですよ！見てください！ほら、私が、こうやって、やっても、全くビクともしないんですね。なんでだー！叩いてもね、何度もビクともしません。私は負けました。私は負けました。私は負けました。何回も戦ったけど、この子は、この高橋真由ってやつは、この笑顔から全く、真顔になる姿がないんですよ。その時点でもう負けです、私は。じゃあ、戦ってみなさい！あゆみちゃんとでも戦ってみなさい。神田さんのクッション持ってるでしょ？あゆみちゃんの、多分。この子はね、この子に勝つね、方法はね、一つだけあります。一つだけあるんです。この顔の痕跡をなくすっていうことです。でも私はこの子を捨てられません。はい。ってことです。高橋真由ってやつかわいい。ああ、嘘！あ、もう、ボロ負けっすね、それは。それはボロ負けっす。この子を燃やしたり、切り刻んだりするしか勝つ方法はないんです。それはできないでしょ、みんな。だから私は勝てないんです。高橋のこと切れるってこと？マユラのくせにとか言って。いいよ、真面目な話いいよ。私できない。
まあ、ちくわ食べてえな。ちくわ食べたい。ちくわ食べたいな、今。うん。絶対、捨てないでね。もし捨てるなら自分がもらう。いや、捨てるわけないじゃん。ちゃんとそこに飾ってあるわ。うん。学校着いた。お疲れ様っす。いや、家にない。ごめん。家にないわ。家に近を置いてないからごめんね。うん、ごめん。まあ、別に、とびっきり好きってわけでもないし、嫌いってわけでもないから、ちくわ。うん。だから別に、毎日家に置いてあるわけじゃないんだ。前、スルメ投げつけたらもうすぐ取りに行くから。いや、冷蔵庫の中に入んないからごめん。君、冷蔵庫の中に入らないからごめん。前のおかげで、早起きできた。ほんなに？嬉しい。あ、おやすみなさい。高瀬万丈、おやすみなさい。おやすみなの。おやすみなの。ごめん。ごめん。冷蔵庫の中入れないからごめん。おやすみごめんね。マイがお休みしたい。嘘。嘘。全然眠くないもう。マイティおはよう。20日の握手会と撮影会マイティに会いたかった。今度来てね。今度来てね。前目覚まし配信ってこと？みんなの前目覚まし時計になる。みんな何時に起きたい？じゃあ7時54分になったら起きるか、みんな。起きた？目覚まし時計になった。ゆうく、ゆうく、きゅうく。そういえば、ボクシング続けてる、続けてます。え、気をつけて喋ったはず？漢字がちょっと読めません。オッケー、いいよ。いいよ。みんな何時に起きたい？あーまるん、また来てね。まあ、プロレスよりボクシングの方が好きだから。うん、ごめん。せっかく来たのにな、悲しいな、あばら。笑ってるじゃん、嬉しいんじゃん。笑ってるっていうことは嬉しいんでしょ？ねえ、笑ってるってことは嬉しいんでしょ？ちゃんと答えなさい、しっかり。嬉しくないか嬉しいか。その二択しかないんだからね。笑ってるってことは嬉しいんだよね。78。いや、絶対前が勝てるから。そう、目覚ましの真似。そう。いや、目覚ましの真似じゃなくて目覚まし時計だから。うん。だから、起こしたい時間に起こすよ。名前ボクシングの方が好きだもん。プロレスの意味がわからない。シンプルにコメント嬉しかった。だって、もう来ないとか言うんだもん。なんか、もう行かないみたいな感じのさ、コメントしてきたらさ、悲しくなるじゃん！あ、56分、いいよ。目もあった。
目また。7時56分31秒32秒33秒34秒35秒36秒37秒38秒39秒40秒41秒42秒43秒44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 598時57分 !1、2、8時じゃない!間違えちゃった!間違えちゃった。あやもおはよう。いや、ごめん。マイティ目覚まし時計だから。怖いこの子って言わないで。行かれてないし、正確だしこの時計。マイはみんなの電波時計になってあげてんだから、ありがとう、お前らさん。まああの髪型なんていつでもねできるから大丈夫。絶対嘘やん。かわいいやん。ほら、かわいいって言ってくれる人はいるんだよ、この髪型でも。いや、マイティ時計はね、ほんとにすごいから。マイティの腹時計すごいから。かわいいっしょ。ちくわが言ってることは本当か嘘か分かんないかな。その髪型か、この髪型可愛いよね。もうなんか時計って感じじゃん、まさに。あ、時計ヘアするね、取れなくなっちゃったんだけど。ね、どうしよう、取れなくなっちゃった。ね、どうしよう、本当に取れない。ね、助けて誰か、取れない。ね、取れない。痛い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 。ね、取れない、取れない、取れない。え、取れない、取れない。え、取れない。あ、取れた。よかった。おかげでめっちゃ。いや。いや、違う。時計を意識してない。時計ヘア?時計ヘア。うん、ボッサボサ。ともゆきありがとう。ってことで終わりにするね。8時までだから。ありがとうね。ハゲてないよ。いや、ハゲてる?ハゲてないよ。ハゲてないよ。お前髪の毛の量多いんだからね。まあ、こんな感じでね。あの髪型をやったことによって、私はヤマンマンみたいになりました。ってことで、バイバーイ!夜ね、バイバーイ!